茨城コーラグビグビ宣伝劇団自己批判賞さんから応募が来ました。茨城面白い、茨城面白研究所。どうも右手が茨城、あ、茨城県の形になってる。どうも茨城県します芸人のペンギンです、はい、私がデル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 デレスケです。はい、山中隆俊です。はい、ということで、はい、茨城コーラグリグリ戦で、はい、応募が来ました。いやーすごい、嬉しいですね。まあね、はい、このシリーズで言うと、はい、前回は、はい、私の妻がね、あ、ありましたね、やってくれまして、はい、実際あれで効果があったとはいはいはい、はい、この宣伝効果によりね、仕事が一つ決まったっていうのは。すごい、あれ、ほんとすごいっすよね。はい。いやー、やっぱそれを知ってかじゃないか、はい、応募もありましたんで。いや、ありがとうございます。というわけでございまして、今回はですね、はい、まあ、茨城を拠点にして活動されてます劇団の、自己批判賞さんがですね、はい、応募してくださいまして。いやー、ありがとうございます。まあ、なんでも今度、まあ、2月に公演があると、茨城の牛久で。そうか、この動画を最後まで見れば、はい、もしかしたら、はい、しっかりその辺の告知もされてるかもしれない。はい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 。というのもね、もしかしたらと私今言いましたけども、はい、なぜかと言いますとですね、このコーラグビグビ宣伝というのはですね、はい、我々がですね、コーラグビグビという競技を考えまして、はい、そのコーラグビグビを一回やりまして、そのかかった時間をですね、うん、まあ、1分から引きます、はい、その残り時間がいただいた動画を流せる時間になりますんで、はい、そしてね、まあ、コーラグビグビーがなんだという方もいらっしゃるかもしれません本当それコーラグビグビーというのはですね、はい、まあ、我々が考えた、新スポーツでございまして、はい、約30メートルの距離をですね、はい、走って、まあ、ラグビーのように、うん、このコーラをトライします、はい、30メートル先にトライします、はい、ただその場合その時の、このコーラのペットボトルは空きペットボトルになってないといけない。なるほど。つまりその30メートルの間に飲み干さないといけないと、うん、豪快にこぼしてしまったら失格。これだけがルールでございます。失格の場合は3秒、3秒強制3秒でございます。タイムオーバーも3秒、3秒でございますになりますからね、はい、我々の目標としては30秒でコーラグビグビ成功させれば、そう、30秒以下でフルで流せるということですね。目標は30秒、ね、頑張ります。はい、というわけでね、まあ、どっちがまず競技をするかをじゃんけんで決めていくんですけれども、これが大事よ。はい、はい、なんか僕はジャージなんですけどデレスケさんがねジャージじゃないんですよ。いや、これはね、ごめんなさい、はい、最初はグーじゃんけんぽい。よっしゃー、最悪最悪。これね、結構まずしんどいんですよ。しんどいしんどい。で、今日は、はい、ついさっきね、ほんと15分ぐらい前にお昼ご飯食べ終わったばっかりなので仕事の関係でね、ちょっと疲れちゃったから、これは頼むよ。ゲプりそうな気がしますね頼むよ。ゲプるな、絶対ゲプる今日、もうやださあ、というわけで、私スタート地点にやってまいりました。はい、ここからね、約30メートルの先の、まあ、ゴール、一応麦わら帽子を、あ、これですね、はい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 、コーラの空きペットボトルをトライするとはい、この時間が大事でございます。いきたいと思います。いいですか？はい。よーい、スタート！はい、行った行った。歩きながら行く。歩きながら行く。歩きながら行く。ゆっくり歩きながら行く。でもいいか。いいぞ、いいぞ、いいぞ。あれ、思ったより減ってないか？あんま減ってないか、これ。あんま減ってない？減ってんの？どっちこれ？あ、減ってる、減ってる。減ってるわ。どうなの？あ、でも時間結構。ああやばいやばいやばい。ちょっと待って、やばいやばい。もうやばいやばい。あ、ちょっと移動もしないと。移動もしないと。ああ、行ってる行ってる行ってる。あ、でもいいんじゃない？もう移動した方がいいんじゃない？むしろこれ移動じゃない？移動。移動だよ。やばいやばい。移動早くした方がいい。でも近いから。あ、やばいやばいやばい。あ、これやばい。これやばいな。これやばいやばい。やばいやばいやばい。トライ。はい。やばい。気持ち悪い。とりあえずはですね。気持ち悪い。とりあえず。すいません、すいません。すいません。とりあえずですね。こぼしの関しての失格はなし。そうですよね。はい、白旗です。はい。気持ち悪い。ちょっと待って、お腹。なんか、変なお腹。なんか痛いとかじゃない。
なんか気持ち悪いって感じ。なんかやだ。これな、これがやなんだよ。ギャギプしてギプしな。いや、なんか、蕎麦出る。あ、お昼蕎麦だった。蕎麦が出る、今。さっきもちょいちょい危なかった。タイムいいですか？あ、そうだ、そこだ、そこだ。いいですか？はい。落ち着いた？落ち着きました。発表します。お願いします。ヤマさんのコーラクビビ、今回のタイムは、ででん。56秒 40! はい。56秒 40! まあ40は切り捨てなんで、はいはい、56秒 !4秒 !4 秒ですね。短い。いや、失格よりはマシだ。まあそうか。いや、よかった。まあね、まあちょっと4秒という数字ですけれども、自己批判賞さんの PR 動画、ご覧ください。どうぞ。さあ、というわけで、4秒見ていただきました。はい。いや、短いですね。いや、すいません、本当に。ただ、分かっていただきたいのは精一杯やったんです。はい、精一杯やったし、はい、まあ、今でも若干の後遺症に悩まされてます。そのぐらい、はい、しっかりね、はい、責任感を持ってやったつもりです。まあ、無料だということで、はい、ご了承いただければと思います。まあ、というわけで自己批判賞さんの、気になる方は概要欄にホームページなどがありますので、ぜひそちらを見てチェックしてみてください。そしてこちらの茨城コーラグビグビ宣伝ではですね、皆さんからの応募をお待ちしております。まあ、茨城でも何でもいいので、何か宣伝したいぞという方は、概要欄にありますメールアドレスまでにメールをください。お願いします。まあ、こういうね、公園のことでもいいですし、はいはい、なんかお店をオープンしますとか、はいはい、いいですし、何でもいいです。何でもいいです。本当に何でもいいです。茨城がかすってれば無料でございます。無料でございます。ぜひなので応募していただければと思います。はい、メールアドレスにですね、何を宣伝したいかと、はい、その30秒のその PR 動画、はい、まあ、これはもう本当静止画だけでもいいですからね。そうですね。はい、それを送っていただければと思います。応募が増えてきますとね、はい、厳選な抽選というふうになってしまいますんで、今ならチャンスでございます。そしてドクターストップがかかるまでは、あ、そうですね、この競技は続けていきたいと思いますんで、一応ね、特保のコーラは採用してますけど公式球として特保のコーラは採用してますけど、まあね、これもどうなるか分かりませんから、はい、皆さんからの応募お待ちしております。ということで、はい、こちらのチャンネルではですね、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いします。お願いします。ね、もちろん応募の方もお待ちしておりますけども、そうですね、チャンネル登録も、なんかね、もうね、何が一番気持ち悪いって今ね、ゲップが出そうでなんか出ないあれなのよ。わかる、出るはずですけどね。そう、ほらよくあるくしゃみが出そうになって出ないのゲップバージョンみたいのが今ずっとあんの。気持ち悪い。ずっとあんのよ。